皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなく お読みくださいどこか一か所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画の続きを見ることはできませんのでここで切ってください <laughs> LINE に登録してくださいねそしてこの動画の感想をお寄せくださいステッカーを販売しております1枚600円です LINE でお申し込みください令和2年2月20日木曜日草コイン新聞 Fx ながら研究会本本日はね、2本目の動画でございますえー、っとね、2本目は何かと言いますとですね、えー、今ね、えー中国で発、中国の武漢で発症し,したですね新型コロナウイルスの蔓延、世界的蔓延でですね、まあ、いよいよ日本、まあ、まあ大都市ですね、東京など、えー、でもですね、えー、徐々に徐々にですけれどもね、えー、広まっていってるというところで、 えその新型コロナウイルス対策としてね、まずはマスクと手洗い、うがい、そしてアルコール消毒がね、今推奨されてますけど、その他に何,何かないのかということでですね、えー、私の方で経験がありますのでお話しさせていただきます、えーご家。ご家庭においてもですね、職場や学校、飲食店やホテル、映画館などにおいてもですね、パナソニックのナノイーとかね、ナノイー X の購入をお勧めいたします。 私ねあのパナソニックの、えー、と宣伝マンじゃないんですよあの別にお金もあっても悪っけでもないんだけど、えーとね、<coughs> 私はもともと経営コンサルタントですからね、えー、2020年に、えー、三菱電機三菱商事出向してましたけどその頃ねで 2000, 2000年に辞めてですね2000年3月に辞めて4月から、えー、自分でね、えー、株式会社を作って えーえー、情報セキュリティのですね、コンサルティング会社として始めました。だから今から20年前ですね。2000年4月から始めたんですけども、えー、っとね、<laughs> ずっとねあの、まあ、情報セキュリティのコンサルティングをやってましたけれども、途中からはもう経営コンサルティング全般をやるようになりました。2005年ぐらいからかな。やってですね、で、その中、まあ、たくさんの会社さんやったんだけども、 その中でですね、その頃、j a s d a クに上場してた会社、今はね、もう東証一部上場になっちゃったんですけど、えー、副社長付けでですね、まあ、僕の友達がそこの会社の副社長になっちゃったからね、でそれであの電話かかってきて一緒に、えー、ずっとやってる、その会社はまあ9年ぐらいずっと経営コンサルティングやってたんですけども、いろんなね、あのー、事業を立ち上げました、新規事業開発やりました。その中でですね、2011年に、 東日本大震災が始まりまりしたよねでそこからですねあ主に関東地方はですね電気が足らなくなって臨番停電というのが起きたんですよね、で電気が足りないから、まあ、日中でもね電気を消そうということになって職場でも学校でも電気消してました、もうすごい暗かったですね、夜もね。 その中で、電気もったいないからということで、LED にしようってことになったんですよね。あの、40W 直感型 LED なんて、すごくあの売れてですね、特に公共団体なんかっていうのはすぐに帰ったんですよね。それで、私はね、その頃、いろんなセキュリティの経,経営コンサルティングの立ち上げとかもやってたんですけど、急遽ね、あの、 えー、省エネビジネスの立ち上げのコンサルティングを行うことになりましてですね、えー、正式には2012年の4月1日からですね LED, LED 工事ですね、LED と、えー、蓄電池、リチウムイオン蓄電池ですね、あと太陽光パネル。 えー、この3つのですね、えー、のー営業、まあ、営業と販売、あと設置工事ですね、この全部ワンセットで、しかも日本全国対応ということで、えー、日本全国駆け回ってました。で途中でですね電子ブレーカーっていうのも出てきたんですよね。電子ブレーカーっていうのは、電気代が安くなるブレーカーがあるんですよ。でそれはあの飲食店向けの,あの大きいやつなんですけどもね。でそれも 途中から入ってきてですね、関東地方のえーまあ某,某ですね、某フランチャイズえレストラン、ファミリーボー,ルファミリーレストランチェーン店にですね、全部導入したということでね、夜中の3時から3時半の間、一旦停電させていいから、その間にブレーカー書いてねっって、毎晩毎晩ね、大変でしたね、今 <laughs>。 考えるだけででも大変でしたあとはね、社会保険庁の1階から10階までのね、えー、直感 LED をですね、あのえー、2ヶ月間かけてね、土日と夜間だけやれってことだったんで、それであの職人さん、50人ぐらい呼んでですね、毎,毎日、ま、あの毎晩毎晩やった記憶もあります。本当に寝る暇がなく、忙しかったですね、その頃はね。 はいそれでですねその時にそういういの <coughs> まあどっちかというと電気工事みたいな仕事なんですね。はい、LED とかねあの電子ブレーカーとか、まあ、太陽光パネルとか販売してもですね、えー、お客さんこれですって言ったところでお客さん使えないもんですから工事もセットにしてね販売しないといけないから、まあ、工事もやってたんですよね、電気工事もね。<coughs> そうこうしている中でですね この松下,松下電気産業ってね、今パナソニックっていう名前ですけども、パナソニックさんがですね、あのナノイ、e、ーっていうものを持ってきたんですよ。で、あの、東京にはね、東京の汐留にですね、パナソニックの東京本社ビルがあって、えー、そこのパナソニックの正社員の方がですね、まあ課長さんとかがね、新しくナノイ、e、ーっていうのを作ったんで、ナノイ、e、ーのですね、あの、 あの天井の壁埋め、壁、なんていうの、天井埋め込みタイプっていうのを作ったから、これ、販売してくれないかって、持ってきたんですよ。で、ナノイっていうのは、昔からですね、こういう風にパナソニックのドライヤーの先っちょにくっついてたりですね、えーまああの、これは車に乗せるやつですね、ちっちゃいやつとか、空気清浄機にナノイがついてたり。 あとは、エアコンにね、ナノイがついてたりしてたんですけれども、えー、その時にですね、これを持ってきたんですよね。この、えー、ここにあるんですけど、下の方ですね。これですね。壁埋め込み型のナノイっていうのは、これは、その頃初めて出たんですよね。で、これを、あの、持ってきて、これを販売してくれないかと、言ってきたんですね。で、最初、まあ、なんだかよく分かってなかったんで、 ナノイって何なのかもわかんないし、空気清浄機なんですかって言ったら空気清浄機じゃないって言うんですよ。で空気清浄機は、まあ、ヘパフィルターとかありますけれども、フィルターに空気を通して、そこであの花粉とかのね、花粉とか細菌を <laughs> フィルターに収めると。だからフィルターは交換しなくちゃいけないんですよね。でこれナノイってのは何かって言ったらですね、 空気清浄機じゃないんですよ。あの、ここからですね、あの、まあ、あマイナスイオンみたいなのがずっと出るって言うんですよね。で、マイナスイオンじゃないんだけど、ナノイーっていうのが出ると。で、それが細菌を殺すんですよって言うんですね。で、これ、大きいやつも途中で出てきて、これも、これ、大きいやつでパワーがあるんですよ。ものすごい、あの、イオンが、イオンじゃないんですよね。ナノイーなんですよ。それで、よくわかんないから、あの実験し、よくわかんないんですけどと言ったらですね、 わかりました、じゃあこれを見てくださいって言ってですね、その場であのデモキをた、ね、組み立ててですね、水槽みたいなのを作って、その中にですね、えー、っと、水槽みたいなのを作ってですね、その中に、ま、これをう上に設置してですね、水槽の中にですね、コーヒー豆を入れるんですよ。で、コーヒー豆を最初に嗅いでくださいって言うんですね。すごいいい匂いしますよね。で、中に水槽の中に入れて、 これを上から蓋を閉めるんですよね。で、そしてまあ30秒か1分ぐらいしてコーヒー豆の匂いを嗅ぐと全く匂いがしないんですよ。全く匂いがしないんですよ。で、これはすごいぞって。どういう技術なんですかと。これはね、匂いっていうのは、あの、結局ね、最近なんですよね。あの、体の体臭もそうなんですけど、あとは使い古した えっと、まあ、下着とかね、あの、靴下っていうのも、人間のその汗が、え繊、ー、維に染み込んでですね、それが、細菌が発生してですね、腐食していくってことなんですよ。で、これナノイーとかナノイー、まあ、今 X って言ってる、さらにパワー、パワー上がるやつがあるんですけども、これどういう効果があるかというと、 あの結局ですね、ここに書いてある通り、細菌なんですね、匂い、にいの元は細菌なんです,あのす。全部細菌なんですよ。それで、この細菌っていうのは、なかなか死なないんですよね、空気中に浮遊しててですね、死なないんです。あの何をやっても死なないんですよ。で空気清浄機で 最近、えー、を吸い取るんですけども、それはあくまでも、あの、フィルター、ヘパフィルファー,ターとか、フィルターに付着させるってるだけで、その、フィルターにはまだ最近生きてるんだよね。で、そのフィルターを、あのー、しょっちゅう変えないとですね、家の中最近で、ね、蔓延しちゃうので、結局死んでないんですよ。フィあのー、空気清浄機っていうのはね。それで、このナノイーっていうのはですね、最近を殺すんですね。で、殺すにはどうしたらいいかというと、 書いてあるんですけども、細菌っていうのはですね、H プラスって言って、ですねこの水素のプラス電荷を持ってるんですね、水素のプラス電荷を持ってるんですよ。で、これはあの、何十年も前から学術的に分かってて、この細菌、まあ、これは風ぜ菌でも何でもいいんですよ、その大腸菌でもいいしね、まあ、今回の,です、ね、あの新型コロナウイルスでもいいんですよ、ウイルスでも、細菌ってウイルスのことだからね。 このウイルスがあの台所とかね、あそこで増殖してですね、えー、食中毒になったり、まあ、インフルエンザになったり、風邪になったりするんだけれども、あとは匂いの元ですね。で例えば台所の、ね、奥深くとかって掃除できないじゃないですか。あと、風呂場の、ね、奥深くとかね、隙間に入っちゃったところとか、そういうところにも、このナノイっていうのはね、入っていくんだよね。ぐい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 入っていくんですよ。で、 この,さあのウイルスっていうのは水素のプラス電荷を持ってるんですよ、絶対に。これはもう何十年も前から発見されてて分かってて、ここにですね、OH ラジカルっていうあの世の中に物質があるんですね。この OH ラジカルっていうのは、まあ OH で分かる通りですね、H2O っていうのが水ですよね。で、H2O の水に H1 個取るんですよ。で、HO なんだけど、まあ逆に。 言ってね OH ラジカルっていうんだけどもこの OH ラジカルを作ってですねあの OH ラジカルっていうですねイオン物質を作ってですねまあだから水,水分子の H が1個ないやつですよね HO ですよねそれをウイルスに付着させるとウイルスが持っている H1 個と OH ラジカルの H1 個がくっついてですね H2O になって水になるんですよ o h ラ,ラジカルをウイルスにくっつけるとねだからこの新型コロナウイルスがこう死ぬんだよねあの水素が抜けるからね死んでこうやってあのこうくっつくでしょくっつくと H が抜けてですねウイルスが死ぬんですよねそしてこの残るのは H2O つってあの人間には、えー、無害な水しか残らないんですよでこのですね OH ラジカルを作れば世の中のです、ね、細菌とか、えー、コロナウイルスとかねありとあらゆるあとは花粉ですね花粉も細菌ですからねそういうものがですねありとあらゆるものがあの死滅するフィルターだとダメなんですよフィルターだと死滅してないですからねただ掃除機で吸引してるだけでそのフィルターにはむちゃくちゃいっぱい あの細菌が入ってますから、一日でもつけてるとも、ものすごい増殖するんですよね。だから定期的に洗うとか、えー、交換しないとですねあの、やばいことになるんですよ。その部屋がね、蔓延しちゃうんだけど、このナノイーっていうのはですね、天井にくっつけて、上からシャワーのように降ってくるんだよね。それで、 このナノイーとかナノイー、まあ、X っていうのはパワーがあるやつなんだけどもこれをですね <coughs> あのつけておけば、えー、ずーっとね部屋の中のまあこれあるよねカビや花粉にい PM2.5 金ウイルスアれる物質などがですね、えー、死滅するんですよねだから すごくいいよっていうのは、もう学術的には昔から証明されてるんですよ。何十年も前からね。ただ、この何度も言うとおりですね、この OH ラジカルっていうのは、えー、っと、研究室の試験管の中では作れるんだけど、空気中に出すとですね、一瞬で、あの空気中のね、水分と結合してしまって、水になっちゃうんですよ。OH ラジカルっていうのはね。だから試験管の、実験室の試験管では作れるんだけど、最近は確かに死ぬんだけども、 実用的にはならなかったんですよ。もう50年も60年もね。ならなくて、やっぱり使えないねって、ただ OH ラジカルができれば、世の中の細菌、あとはウイルス、えー、今回の新型コロナウイルスも撲滅できるねっていうのは分かってたんですよね。それでですね、パナソニックがずっと何十年も研究してですね、この OH ラジカルをなんとか、えー、空気中に 浮遊させることとできないかと一瞬であ OH ラジカルっていうのはあの試,験管のな試験管の蓋を開けるとなくなっちゃうんだけども、まあ、少なくても数分から数,数分から十分ぐらいは浮遊するようにできないというかっていうことで何十年も研究してですね松下電気産業の頃からねそして作られたのが今回のナノイーっていうやつなんですよね。 であの結局、高電圧、まあ、何万ボルトっていうねあのボルトをかけるとですねで空気中の水分でいいんですよ。水を補給する必要はないんです。そうするとあの水分ですね、水の水滴の中に OH ラジカルっていうのが包まれた状態で空気中に浮遊するっていうものを作ることができたんだよね。はいで、このスチームの蒸気よりもものすごい小さいですね。水の 分子ですねなので、えー、こういう繊維の中にもね入っていってですね、ソファーとか、えー、ベッド、布団などの、とか洋服ですね、の中に入っていくので、この中に、奥の奥に入ってるカビもですね、全部死滅するさせるんですよ。これ吸い取るんじゃなくて死滅させるんだよね。ソファーとか、これね、すごくてですね、これすごいなと思って、本当かなと思ってですね、ちょうど僕もですね、 2012年にね、家を新築してたんですよね。自分の家1個だってね。それで、この、パナソニックからですね、この埋め込み型のこれですね、安いんだよな、これね。えっ、ー、と、1万2800円なんですけど、これをね、2台買ったんですよ。で、1台は、玄関の左側、玄関の横にですね、あのシューズクローゼットが、2畳ぐらいのシューズクローゼット、クローゼットでかいのがあるんですよ、ね部屋家、部屋がね。で、そこの天井につけました。 でもう1台は2階のですね、えー、っと、風呂場の横にランドリールームが4畳ぐらいのがあるんだけど、そこの上につけました。そして、あのー、これね、えー、電気代はねあのい、24時間つけてても1ヶ月、1ヶ月で30円ぐらいしかかかんないんですよ、電気代ね。で、24時間こうずーっとナノイーを出しっぱなしなんですね。これずっとつけておくとですね、もう全く靴のね、匂いしないですから。 革靴のね、革の匂いもしなくなりますね。ほんで、たまにスイッチを切ってるのを忘れてる時があるんですよ。そうするとね、やっぱり革の、靴のね、革の匂いとかしだすんだよね。あれっと思うと、あ、スイッチ切れてるってなるんですね。で、ランドリールームもですね、あの、天井からですね、えー、っと、洗濯棒をですね、横に吊るしてですね、そこであの、 内干し乾燥をやるんですけどもそして、えー、そこに洗濯物干して乾燥機かけて、ね、やるんだけども、まあ、同時にナノイモつけるんですよねそうすると全く匂いしないですから内干しのね嫌な匂い全くしないですからこれねすっごい効果があるで匂いっていうのは基本的には細菌なんですよ細菌の腐食なんですはいなので <laughs> でこれ、大きいやつはいいですよね、これ。24000円で、まあ、ちょい高いですけど、いっぱい出てくるらしいですね、ナノイーがね。はい。ということで、このですね、まあ、100秒で消滅と。で、空,空気イはダメだということですね。でナノイーは、まあ、えー、605秒でもまあ存在してるとだから600、610分でも存在してるてことこですね。で、部屋の涼み水にまで届くから、 あの細菌が発生しないしね、まあ、特に赤ちゃんとかいる場合でも、ペラ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 いろんなところ舐めるじゃないですか。で、いろんなところ掃除するわけいかないでしょう。でも、このナノイーがですね、あの部屋ごと殺菌してくれてるんですよ、24時間ね。ものすごくいいですよ。はい。それで、あとね、横浜にあるですね、すごく有名な喫茶店、喫茶店のフランチャイズ店にですね、 これ実験に入れてもらったんですよね。僕が営業してですね。で、そこは、あの、タバコをね、吸える、どこの席でもタバコが吸える喫茶店でもう、黙々だったんですよ。でものすごいタバコ臭く,くて、<laughs> で、タバコ吸わないのお客さんはもちろん、範囲内で出ていくしね。タバコ吸う、タバコを吸うお客さんもですね、えー、その喫茶店出ていくんですよね、範囲内でね。やっぱりやめるって言ってね。で、キッチンもですね、 なんかあの、大きな冷蔵庫の後ろとかね、掃除ができないもんですから、ミルクがこぼれた匂いとかね、ものすごい悪臭がしたんですよね。で、もう従業員とかアルバイトの方ももういいや、めんどくさいや、みたいな感じで、あの、臭い中でね、みんなね、仕事してたし、お客さんもですね、え、タバコ、あの、コーヒー飲んでね、タバコ吸ってたんですけれども、 そこにですねあの、まあ、2メートル間隔ぐらいでね7台ぐらいこの設置してもらったんですよ、これをね天井にですね。はいそれで、まあ、電気代は1台1月30円しかかからないものですからね、24時間つけてても、そして設置したらね、もう2日ぐらいで全く匂いがしなくなったんですよ、特に厨房のですねミルクの腐った、もうなんとも言えない匂いがあったんですよね。 それがね、しなくなってね、みんなびっくりしちゃって、その喫茶店のね、あの、オーナーの人も、オーナーというか経営企画課長さんもびっくりしちゃって、そしてあの、オーナーの会長に言ってですね、もう全店舗入れようと、全部店舗入れようっていうね、話まで行ったんですよね。それぐらいね、あの、名の言いすごいなって。で、僕もか、今、 あのいうのもね、その理由ことです。で、花粉もですね、あの家にあるのですね、すごく花粉もですね、こういう杉とかヒノキとか、こういう花粉とかも全部退治するんですよね。まあ、花粉も、まあ、最近の一種みたいなんで、えー、H プラスを持ってるみたいなんですよね。で、ペットアレルなんかもね。 まあ僕の部屋自体には設置してないもんだから、僕の部屋にもね、このナノイーを設置したいんですよね。そうすると、あの、ゲホゲホ言わないでですね、YouTube 撮ることができると思うんだけども、難点が一つありましてね、今回これですね、菌ウイルスにももちろんこう使えるんですよ浮遊。浮遊菌の除去性能。 自然減滅、ナノイー、ナノ X はものすごい480分でほとんどゼロになりますからねはいウイルス抑制の仕組みあまあ一緒ですねこれねそれでですねこれ問題があってですねあのこれはあの電気工事が必要ですなので電気やあの自分でこれねこれだけ買ってもあの買いますっつってもね、えー、買あの設置できないですね、えー、あの、 1 0 0ボルト電源を設置しなくちゃいけないのと、コンセントを壁にくっつけなくちゃいけないんですよ。なので、これだけ買ってもダメで、まあ、どっちかっていうと電、近くの電気屋さんに売ってですね、これを家に設置したいんだけどお願いしますって言うしかないんですよ。そうすると工事代の方が、工事代2万とか3万ぐらい取られちゃうんでね、工事代の方が高いじゃないかっていうことなので、あともちろんマンションなんかっていうのは、天井がないですよね。天井コンクリーンになってますよね。なので、設置できないですから、 どうしたらいいかということなんですがこういうのがあるんですよねこれこれ卓上設置タイプまあ卓上設置タイプで9800円でこれ1畳から3畳まで行きますね <laughs> でなるべく高いところに置いていただいてここからバーってこうシャワーのように出てきますから高いところに置いていただいて、えー、部屋全体に浮遊させるということでございますねでこれはまあ、3畳なあまり飛ばない か出てここないんですよねこれねれだから、<coughs> まあ、どうするかですね。ただ、まあ1部屋、まあ、3畳つっても6畳ぐらいは飛ぶと思うので、ずっとつけておけばね。だから、えー、とこれをですねまああの玄関と、まあ、リビングと寝室を3台ぐらい買うっていうのはいいと思いますね。子供がいるんだったら子供用部屋にも買うとかね、えー。あとね、特にやっぱり風呂場とかね。あの、うん ああののカビが生えなくなくりましたねあの風呂場の隣にランドリームルームがあるんですけど、ランドリームルームの扉を開けてですね、風呂場の方までナノイーが届くようにするとですね、風呂場にね、あの、カビが生えなくなりましたよ。すごいな、これ。ナノイー X。まあ、加湿器。 うーんとかよりはもうナノイ、e、だけが発生するものをお買い求めになった方がいいですね。だこれはもう一乗用でちゃいんですよね。だからさっきの、えー、ものがいいと思いますねこれ。加湿器とか空気清浄機にナノイ、e、ついてるんだけども、まあ、遊びでついてるだけなんでね。あんまりあのパワーがないと思うんですよね。それよりはあの こういうの買った方がいいですよ。これ,これ,これはナノイー発世紀だからね。パナソニックナノイー発世紀、1畳から3畳、相当エレガントなもんですから、これを買った方がいいんじゃないかなと私は思います。でとにかく、あとねあの、除菌をするためには、シャープのプラズマクラスターもあるんですよ。でシャープのラプラズマクラスターはですね、 いいんだけどあんまり飛ばないんだよね。あんまり飛ばないんですよ。はい。あんまりね、遠くまで飛ばないんですよね。それと、あのー、方式が違うもんですから、えっと、フィルターが必要なんですよね。そしてそのフィルターを定期的に交換しないといけないんですよ。シャープの、えー、プラズマクラスターはね。だからね、ちょっとお金かかるかなって感じですね。こっちはナノイ、e、はもう、 買ってて電気入れてそのまま終わりなんですねあともちろんこの水で包まれたナノイーがあの家の部屋の中に充満するので美肌にもいいんですよね寝てる間にですね寝てる間にあのこの毛穴にですねナノイーが入っていくんですよで毛穴の中に細菌がいるでしょ知らないですかちっちゃい細菌がいるのでそういうものを撲滅してくれて えー、それが水になるんですよね。で水を毛穴の中に収めてくれるのであの角質がねこう整ってくるんだよね。だからその美肌にいいんですよ。それでこの美肌専用のですね、えー、ナノイーの製品もあるんですよね。あの美,肌美肌専用のですねナノイー。 えー、寝てる時にですね、えー、ナノイーを、これですね、パナソニックスチーマーですね。これはあの寝てる時に、これスチームですね。寝てる時に、あ、これ、寝てる時もいいですね。ナノイーモードっていうのがあってね。あの、美肌なんですよね。はい。これ、すごい売れてる、売れてるみたいですね。 はいなので、えー、この辺にね動画とかもありますから、ぜひ一度ですね、えー、新型コロナウイルス対策で何をやったらいいのかとわからないよっていう方がいらっしゃいましたらですね、このパナソニックのナノイーですね、これものすごくいいので、私もね2台あるんだけど、本当は全部の部屋に入れたいし、トイレにも入れたいしね、 トイレに入れるとね、トイレカビ生えないですからね。ほんとすごいですからね、これ。だから、あの、すごくおすすめですね。はい。搭載商品。まあ、もう、あれですね。だから、ありとあらゆるパナソニック製品には、あのくっついてんだけど、エアコンとかね。ただ、ナノイだけが発生するものを、 買,う買わないとやっぱりダメなのかなと思いますね。ナノイ発生器ですね。うん、まあこれちっちゃいですけどね。車載タイプですからね。うん、埋め植え込みがありますね、天井ね。まあだからさっきのやつがいいかな。このなんかパン屋さん、パンみたやつね。これがいいかなと思います。はい、それでは今回はこの辺で終わりにさせていただきます。 失礼いたします。